税の一種である日本では1940年の物品税法によって導入され、消費者に直接課税する直接消費税とは異なり、商品の出荷時に課税されるため価格に上乗せされた。1989年の消費税法で廃止された。イギリスで1643年に長期議会によって導入された。エクサイズは内国消費税と訳される。 関節税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては、課税を差し控え、贅沢品には、単税力が認められるから、これを重く課税するというものである。日本では1940年の物品税法によって導入された。戦後混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は、一般的に肯定されていた。具体的には、 宝石、毛皮、電化製品、乗用車、ゴルフクラブや洋紙などといった贅沢品や試行品が課税対象とされていた。日本の物品別間接税は世界に先駆けて導入され、現在は欧米でも間接税の物品別軽減税率が導入されている。近世オランダの税や現在のインドネシアの車止税も含まれる。日本では1937年に 特別税法に規定された北市事件特別税から1940年まで、市内事変特別税の一つとして創設された物品特別税が前進となり、1940年に高級法として物品税法が制定されて物品税となった。1989年4月1日の消費税法施行に伴い、消費税が取って変わったため廃止された。しかし厳密には、 すべてが廃止されたわけではなく、酒税やタバコ税など、主に嗜好品の税は現在でも残されている。これらも、物品税と捉えるならばこれらは、現在、完全内税方式の物品税と、主に外税方式の消費税との二重課税で、運用されている。物品税は贅沢品への課税とされているが、時代時代で、価値観は変わり、生活必需品とみなされるものもある。 このため課税の見直しも行われた。1950年11月30日に政府が提出した物品税改正法案では、それまで課税されてきた万年筆、シャープペンシル、ミシン、アイロン、安全紙ソリ、板ガラス、需要競争材、懐中電灯、超人、すだれ、センス、うちわ、カレンダー、紅茶、引き茶、実物投影機、絵はがき、広告用のぼり、 蜂蜜は,は無税とされた。物品税は低所得者でも購入せざるを得ない、食料品と生活必需品などが非課税になっており、代わりに高所得者が購入する贅沢品には高い税率で課税されるという税制であるため、1億、総中流社会の原動力になったシステムと言える。しかしグレーゾーンとなる商品の存在、あるいは新ジャンル商品の登場から、どれが、なぜ、 課税か非課税かが問題となるケースが後を絶たなかった。物品税は課税対象の品目をあらかじめリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により生活必需品か贅沢品化の判定自体が困難なものもあり、社指度で税率が異なっていたため、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。例えば、物品税法上。 レコードは一般的に課税であったが、教育に配慮して同様と判定されれば非課税であった。このため、皆川治の黒猫の単語、コカドマジンの泳げ、たい焼き君、わらべのメダカの兄弟などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われた。黒猫の単語は、東京国税局は同様と判定したものの、他の国税局管内では、 歌謡局と見なされ課税されるという不統一が起こった。泳げ。たいやきくんは同様と判定され、非課税となった。メダカの兄弟は B 面局の春風の郵便屋さんが歌謡局と判定され、B 面局の方が演奏時間が長いため課税対象と判断された。本作を発売したフォーライフレコードはこれを不服として東京国税局と交渉したが、 結局、フォーライフ側が折れる形で、物品税を追納することとなった。タイヤキ君問題を受けて、日本レコード協会は1977年、国税庁から了解を得て、歌詞、メロディが子供にふさわしく、子供が容易に口ずさめる曲や、ジャケットに、子供向け、児童向けを意味する表示があるレコードを、同様扱いとする、音楽業界の自主基準を定めた。この自主基準をもとに、 アニメソングについても同様扱いとするレコード会社もあった。しかし1986年、ポニーとキャニオンレコードが同様扱いとしていたアニメソングのレコードの一部について、東京国税局は同様に該当せず、課税対象と判断したため、物品税約4000万円を追徴課税された。他にも、類似製品であるが課税、非課税が異なる問題や、 同じ商品でも、時代の需要の違いで、課税対象となるかどうかが変化する問題もあった。さらに、複数製品で一体をなす製品では、その製品ごとに、課税の有無や税率が異なる場合、それらを別売りとするケースも見られた。また、対象となる物品の範囲、指定のタイミングや税率をめぐって、企業側や消費者から不公平感が指摘されることも、あった。例えば、マニ。 新しいカテゴリーの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るために、ある程度普及してから課税対象になるため、可処分所得が相対的に少ない世帯は、新商品の入手を一層困難にする結果となる不公平な問題点も指摘された。また、法律自体は変わっていないにもかかわらず、 これまで課税対象外扱いだった物品が国税庁の通達によって課税対象になることもあった。また基本的には倉出し課税であり一部を除いてサービスに対する料金には課税されない。このような背景もあり消費税導入時に物品税は廃止された。1988年当時ありがとうございます。